こんにちは、ブランドバイ社長です。グレートランド響です。何ですか今日は。ですね、 A&T の A&T、 はい、長野県民が大阪弁使いだって A&T ですね。の A&T、 まあ音楽系以外、選手じゃない、機能が音楽やったんで、うん、音楽以外で、はい、なるほど、まとめてます。まあもう速攻めっちゃ A&T がいますけど、はい行ってみましょう。ええやん。いやいいですね。これ俺ずっと欲しいねんけどな。あ、社長もですか、うん、僕もこれはずっと欲しい、買ったんですけど、こんだけ問い合わせもあるし、まあ毎回つけたらやらしいやろ、ちょっとね。これがまださ、なんか50万とか100万って言ってたらさ、はい、まあまあ着とってもいいかなと思うんけどさ、逆にまあまあまあスペシャルやけど、なんかプライス的にさ、現実味のあるプライスのスペシャルやん。はい、でも需要がすごい多いやん。はい、まあ、ようかまうまっていうのがあるんですよね。目先の金に目がくらむとはこのことでこれ最初に入荷した時に、うん、僕その確か社長がなんか、あ、お前も見てたみたいな、欲しかったらいいよみたいなこと確か言ってくれたんですけど、優しいでしょう僕。けどいや、ちょっと高かった当時からするとね、ちょっと高めな金額やったんで、うん、いやさすがに残るんちゃうかな、残って買った方がなんかそのそういうわだかまりがないわと思った結果、問い合わせ15件ぐらい来たもんな。めっちゃ来たっすね。だからまあそこからもう僕らも買えないというか、着れない T シャツですけど、はい、久しぶりに入ってます。お願いします。お願いします。はい、よろしおまんな。これもまあこちらも、はい、久しぶりかな入荷は。はい、色残りしっかりです。はい、まあそもそもがそんなね、極端に色が薄くなるような製法のプリントではないんですけど、このバックプリントの特にこの赤の文字がこんなにパキッと残ってるの、なんか久しぶりな気がします。もうちょっとねぼやけるんで。サイズが、L なんすよ。ああ、そうそう、これね、なんでサイズはってこのタイミングで聞いたかったけど、はい、バカでかいんじゃんこれ。でかいっすよね。だからちょい縮んだ XL ぐらいっていうか、うんうん、めちゃめちゃいい感じで着れるサイズだと思います、うん、で可愛いデザインですけど、まあ、色の使い方もちょっとエッジが効いてって、まあそうですね、全体感で見ると可愛いけど、別に猫の顔じゃ全然可愛くないんで、うん、どちらかというと怖いんでねこれちょうどいいんですよね、はい、だからこうよく言ってるちょっと悪そうにね、うん、着ていただくって部分でいくと、こうあんまオーバーサイズで着るよりかは、うんうん、あのちょっと縦長の感じで着ていただく方が、そうですね、あの綺麗に決まるんじゃないかなと、うん、個人的には思っております。袖シングルステッチの、裾もシングルステッチ、コットンの厚みもしっかり残っております。もちろん丸胴でございます、はい、言うことなしですね。ないです。お願いします。インテル入ってるやんけ、はい、インテルです。スマートコネクションズ、はい、ああマウスが地球に伸びてるっていう、まあつまりだからこれはインターネットってことでしょうな。そうですね、あなたのパソコンがもう世界ですと、うん、つながってますよっていう、まあ、今からすると当たり前の話ですけど、まあまあ、しかもシングルステッチなので、おそらく94年より前ってなるとおよそ30年前ですな。はい、オニータの XL、 ああ例えば92とかかなってなると30年前なんで、30年前って僕7歳でしょう。基本的にインターネットがまだご家庭には普及してなかった時代だと思うんで、でも当時は画期的だったわけでしょ。そうですね。だから僕世代より上の方やったら多分してるテレ放題とかね、はいはい、分からないでしょ、多分若い方、うん、ISDN とか分かんないです。あのエロ画像をさはい、聞きましょう。はい、こうエロ画像をな、はい、こうクリックする、はい、まあそのエロ画像をクリックするために01から50番ぐらいまでリンクがあるの、はいはい、当たりが5個ぐらいしかない。当たりというとその見れんのエロ画像、あ残り45個は変な広告サイトに飛ぶの。あ、そういうことですか。でアフィリエイトってやつですね。はいはいはい、はい、なるほど、ね、残りの5個も当たりを引いたら、今やったらね、はい、パンって出るやん画像。まあ画像はすぐ出ますね。ガッガッ、あそれは経験あるかもしれない、画像の。だから今で言う、はいはい、スマホのギガバイト超過して、はいはい、あ低速モードのすごい版みたいな、はいはいはい、うん、そんな時代です、うん、だからこうデザインとしてはね、まあ、確かに秀逸なんですよ。この地球にマウスがつながってて、うん、インテルスマートコネクション、全然スマートじゃないですよ、ダイヤルアップですからね一回電話みたいな感じですよ。あ、そうやった、ダイヤルアップ接続中みたいな。そうやったっけな、うん、
ありました、だから今から25年ぐらい前ですか。もうでも四半世紀前ですそうですね、はいはい、ということで、クールな一着、うん、主張も強すぎずで、まあ、シャレオツな T シャツですね、うん、そうですね。でお値段もそう高くないので、アップルとかに比べると高くない分、遊びで着ていただける洒落てる T シャツだと思います、はい、感度の高い方、このデザインに共感してくださる方、うん、お願いします。打って変わってドストレートなんですけども、はい、ロッキーホラーショーの T シャツ自体は、まあ、この唇の使用したデザインでもあまたございます、うん、これだけのものもあれば、これのサイズ感もバラバラだったり、プリントのタッチもバラバラだったり、まあすごい人気のあるモチーフなんでね、ロッキーホラー、うん、ピクチャーショーと、ね、コピーライトもしっかりフロントセンターに入ってるっていうのは比較的なんか珍しいんじゃないかなと思います、うんうん、でこれのいいところはバックにと、はい、Enter at your own risk と、これね、もう初なんですよ、はい、バックにとあり。そうっすね、なんか前だけの僕もイメージかな、うん、シングルシングルでございまして、着丈短めボックスで、フェードの感じも最高でございますね、これええ感じですね。タグはちょっとも読み取れませんが、ほんまにええ感じ、うん、めっちゃかっこいい、うんうん、まあ、あとこれなんかあのデザイン自体はやっぱめちゃくちゃ出てるっぽいですね。いやもうめちゃめちゃ人気ありますから、うん、90年代、この子もだって90年代じゃないもんこれ。まあそうですね、めっちゃ前ですよね。75やもん。そうですよね、うん、めちゃくちゃ前なんで、1975デザインの1995だと思います、これ。このデザインって、まあ、その作品自体がめっちゃ古い、うん、でこう新しいのも結構出てるじゃないですか、うん、っていう部分でなんかこういう雰囲気のヴィンテージと言われるこのデザインを着ようと思うと、多分90年代じゃないと無理になるんですよね。70年代は T シャツおそらく出てたでしょうけど、全然まあコットンの感じも違うんで、うん、こんな雰囲気にはならないです。ならない。だから例えばリプリントといえば、それはね、まあ、75年のものなんで、95年っていうのは完璧なオリジナルではないんですけど、うん、僕はオリジナルを超えてる、ある種オリジナルだと、うん、そうですね、はい、めちゃめちゃかっこいいです。そうそうそう、新しいのでも結局こういうのは無理なんで、うんうん、完璧です、はい、お願いします。はい、今高いですね。高くなりました。ほんとここ最近じゃないかな、育てがいがある T シャツです。うん、まあそうですね、これ俺だからほんまちょっと欲しいもんな、安いし、 このくらいがちょうどいい。粘りだろうが何だろうがガンガン使ってさガンガン着てほしいですね。洗濯乾燥しまくってさ、うんうん、もうめっちゃ色落ちしてさ、こうちょっともうちょっと形もいびつになって、うん、この坊主のプリントもね、これしっかり厚みあるんですよ。結構このインスタグラムで最近おしゃれな方が結構ボロい坊主の T シャツ着てる方多いなって言ってたら、お買い手で入荷したので、はい、もう絶対に取れと、はい、ちょっと高めに出していいって僕言いました、はい、ないんですよ坊主ないっす、うん、ほんま、いや、なんでこんなないんとかないんですよ新しいのはめっちゃ出てるんですけど、実は、うん、そこそこより年代より前のやつってほんと見つからないので、そうそうそう、うん、ボディもいいボディです、はい、ぜひともガンガン愛用してください。概要欄から値段見てみてください。おお、いいやんって値段だと思います、はいはい、あと個人売買でがっつり2000年代のやつ90年代って言って販売してる人に気をつけてください。結構難しいんで見分けるのと、はい、はい、ミッキーです。なんかミッキー最近高いですね、またまあデザインがいいんでね、うん、クラシックミッキーです、はい、シングルシングルサイズ感群抜、はい、程よくフェード、コピーライトが、年代入ってません。ディズニーバイシェリー MFG、 はい、アプリ、まあ、なんか結局これちょっと小林さん、プリントの、まあ、顔とかこのショーツとかシューズのプリントの部分拡大してください。これがだから結局縁、ミッキーの輪郭は白で入ってますけど、まあ、ミキジは黒いんで、まあ、鼻だったり耳だったり目だったり胴体足っていうのは黒の抜き、つまりボディの黒を利用した、うん、製法となってますので、この雰囲気が出るわけですね。昔というかちょっと前にデッドニケで、後ろのデッドニケって文字のところでも解説させていただきましたけど、これ黒塗っちゃってるとおかしなものになるわけですよ、うん、そうですね、めちゃめちゃいいです、はい、というのが厚プリっていうのはいいわ。これなんか古い、もっと古いのとかでも結構いい値段で売られてたりするんで、うん、多分このデザインは人気っていうか人気ですよ、もう永久定番なんでしょうね、うん、で、はい、そのどんな着方でも合うんでね、うん、ストリートに着るのもよし、ちょっとルードな感じで着るもよし、うん、かっこいいので、はい、これは正直、まあ値段的にもねコスパいいので何枚あっても困らないで、うん、せっかくこっち系着るならシングルステッチがいいなっていう、そうですね、ボディの質感も申し分なしの、はい、いい T シャツです。お願いします。はい、あんまり喋るとダメそうなので、うん、あえてすごく人気があるんですけど今、はい、2社敵に回す可能性があるので、うん、っていうかまあ僕らが作ってるわけじゃないと思うんですけど、まあ大きな2社ですよ
かなりね。かなりでかい2社ですよ。ベストフレンズのパロディになるのかな、はい、なんですかね、うん、でしょうね、うん、はい、このフォントとかもね、うん、どっかで見覚えあると思う。ただまあこういうのはですね、これ探しても出てこないんですよ、うん、やっぱそのあんま喋らんとこ、はい、次に空気読んでください。はい、はいはい、キーセリングですね、はい、の、まあうん、90s ですね、はい、色いいです、はい、とにかく色がいいです。これは本当にあの、うん、フェードというかね、あのかすれてきた感じが非常に楽しみな一着でして、まあややもうね色は脱ぎ始めてるんですけど、ね、こういう T シャツって何色に合わすのって普通に僕考えると、薄いインディゴジーンズとかと合わすとすごいかっこいいんじゃないかなって思うんですけど、あ、まあまあ、そう考えた時にたまさかこのフロントよりバックプリントのデザインがブルーの縁取りなので、はいはい、そうですね、パンツとの色味も合わせやすくて、うん、あのなんか本当に色合わせがっつりいくなら薄いインディゴデニムに、まあ、白とブルーのスニーカー、うん、まあ、ジョーダンとかでもいいと思うんですよ、はいはいはい、そういう合わせだとかっこいいんじゃないかなと、うん、これがもうプリントごと大きいとどんな色合わせになるんですけど、そうですね、これぐらいシンプルなんで、まあ、ボロいキャップとかかぶってもらって、うん、あのリアルな感じで見てください、はい、お値段も安いので概要欄見てください、お願いします。久しぶりに出します、はい、ラストですね、アップルです。フルーツオブザルームの L プリント厚プリしっかり使用感ありの僕的にはナイスコンディション、はい、シングルステッチ、シングルステッチ表記 L ですけど比較的肩落ちてるので、はい、まあ、L と XL の間ぐらいかな、ボディの厚みも綺麗に残っております、うん、僕はグレートですけど結局この厚プリをね表現したかったんですよね。だから可能な限りしましたけどね、うん、やっぱり本家には勝てないなというのはもう正直な感想でございます。このプリントの剥げ方がね、このアップル特有っすよね、こういうなんか厚、うん、めっちゃ厚塗りプリントの特有の剥げ、うんうん、まあもうなかなか出るものじゃありません、うん、2、3年前も結構買うの仕入れるの難しかったですけど、まあ言うて変えたんですけど、正直ここ最近2、3ヶ月に1、2枚変えてるかなっていう感じです、うん、少なくなったっす。なのでお探しだった方はぜひ、特にまあこのサイズ感はこれからね、インナーとして重宝していただけると思いますし、なんか僕最近革ジャン革ジャンってばっかり言いますけど、はい、なんかまたレザーが流行るんじゃないかなって、うん、思った時にこうレザーのインナーにはね、着丈も、まあ、身幅の感じとかも、あとこのセンターにボンってある感じも別にアップルの文字全部見せる必要なんかないんでね、まあそうですね、はい、そういう意味でこうかっこいいんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひともお願いします。ということで本日も9着ご紹介させていただきました。本日夕方夜6時から店頭にてご試着及びご購入可能、夜9時から下記概要欄オンラインサイトでお買い求めいただけます。最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤーズ社長とグレートランド響きでした。バイバイ。